おそらく 2,3 年前に開催しようとしていた大阪ワンマンが潰れ、ご報告がございます。この度私たちチェゴはチェゴリシャスボリューム2を開催決定しました。しかも場所が大阪です。しかし6ヶ月連続配信を完走し、チェゴが進化して戻ってきたぞ。ということでチェゴワンマンライブ開催決定しました。ついにですね、やっとですね、6ヶ月配信、去年、あれは去年だよね、6ヶ月配信やったの、うんうん、やっとみんなの前で生パフォーマンスを披露する日が来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。まず気になるお日にちからいきたいと思います。お3月26日土曜日です。はい、これはね、前の動画で3月26日は絶対開けといてください。入学式と卒業式とかばっかり欲しいです。やばいです。3月26日ずっと開けといてくださいって言ってたから。そうだね、もう開いてるはず。で、場所が池袋晴れ舞台さんになっておりまして、はい、で今回のライブのタイトルというものがあります。あ、大事、はい、こちら、ちょ、私、あ、ごめんね、うん、こちらごめんごめん、言って。こちら、真央さんから発表していただきたいと思います。はい、あ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 、いきます。あ、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 いきます。チェゴリシャスボリューム2サイバーネオー。今回はサイバーとネオンをかけて近未来的なチェゴにしか出せない世界観をテーマにしました。個人写真がもうサイバーネオン系のアーシャに変わってると思うので、はい、こちらもみんな見てください。はい、見てね。チケットの料金が3500円プラスワンドリンク600円になります。はい、でチケットがネットで販売になってて、うん、チゲットというサイトから購入できます。チケット販売日は2月5日の夜の9時21時からチゲットのサイトにて購入できるんですけど、 URL は概要欄に貼ってありますのでそちらから ご確認ください。はい、でこちら先着になってるので店員が埋まり次第販売終了とさせていただきますので、はい、みんな9時にポチポチしてください。はい、4時半会場になって前物販でグッズを変えてチェゴのライブスタートして終演後に物販があるっていう感じになってます。はい、で今回はワンマンライブなのでグッズも販売します。これめちゃくちゃ可愛いです。めちゃくちゃ可愛い、やばいです。でこのワンマンのグッズについては3月5日の夜の9時にチェゴの公式ツイッターにて何が販売されるのか告知されますので、そちらもお楽しみにお待ちくださいませ。はい、ちなみにグッズをちょこっと発表したいと思います。いいんですか。いいんですよ。まず T シャツ、うわー、そしてタオル、うわー、そしてそしてキーホルダ ー。私たちデザインのキーホルダーになっております。まあ、初じゃないキーホルダー。そう、一人一人の可愛いキーホルダーです。楽しみ。実写じゃなくて二次元だから安心してそう、でもめっちゃ可愛いから後ほどね、デザインとかはツイッターで発表するので3月5日に、うん、はい、3月5日に発表するのでそちらをチェックしてください。はい、チェゴのツイッターフォローしてね。してね。で、今コロナがあるので、はい、その感染対策として晴れ舞台さんと一緒に対策を練りながら進めているんですけど、うん、ちょっと今回は声出しが NG ということで、で他にも当日の感染対策も徹底して行いますので、はい、一人一人がルールを守りながら当日はみんなで一緒に楽しんでいきましょう。はい、はい、ということでライブの内容なんですけれども、はい、6ヶ月連続配信、まだみんなの前で披露しない曲がたくさんありますので、あとは
6ヶ月連続配信の前に私たちアルバム出してるんですけれども、そこでもみんなの前で披露していない曲っていうのがたくさんありますので、初披露を私たちやっちゃいます。わーめちゃめちゃ溜め込んでたから超凝縮されてるんじゃないかって思う、もう最高のものしか詰まってません、これは言えます。曲は全部 Apple Music とか、Spotify とか各音楽配信サービス見て公開されてるので、募集をしてくるでもいいしバンバン楽しみだなっていうあの気持ちのモチベを上げてもいいし、たくさん聴いてきてくれたらいいなって思います。前回のワンマンライブの動画がチェコの YouTube に上がってるんだけど、これ以上最高のものになるの。本当にやばい。これはマジで。本当にやばい。だから本当に期待してていいし、すごい楽しみに待っててほしいです、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ワンマンライブが楽しみだという方は高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。そして SNS のフォローもお願いします。お願いします。あの公式ツイッターの、チェコの公式ツイッターの方で情報がたくさん載ると思うので、そちらもぜひチェックをしてください。はい。以上、チェコでした。みんな楽しもうね。絶対会いに来いよ。待ってるからな。仕事休め。